皆さんこんにちは、めいちゃんカフェの時間がやってまいりました。本日ご紹介する商品はこちらになります。横須賀線 E217系です。まあ、我が家にプラレールの電車は数多くありますけれども、なぜこの E217系横須賀線をご紹介するかというとですね、プラレールの車両では数少なくですね、この電車の中にお客さんを乗せることができる車両なんです。この通りですね、プラキッズが2体付属しています。横の壁をこう上にスライドさせてこう開けますとですね、このようにプラキッズが乗せられるようにちゃんと椅子がついてますね。プラキッズをこの車内に乗せることができます。はい、このように乗せることができました。ただこちらのこの壁の部分を開け閉めしてプラキッズを入れるためにはですね、ちょっとコツがいるんですね。上に少しこうスライドさせて、でこのようにして開けることができます。これはですね、ちょっと小さなお子さんですと難しいかもしれません。この E217系のですね、特徴的な部分であります、この前面の曲線の部分ですとか、ディティールが結構よくできてるんですよね。それでは一気に横須賀線をセットしてみました。これから走らせてみたいと思います。出発します。今日ご紹介いたしましたのが横須賀線 E217系でした。それではまためいちゃんカフェでお会いいたしましょう。